俺はいつか音楽で世界を救いたいって思ってる。離れてってくっついてて弾き合っても消えゆかないで、こっちへ来て振り向かないで、忘れないで思わないで、ただただ早く見たいというところで、ただただ皆さん、今日はシューティングさんの予告編だけじゃありませんよ。大発表がもう一つあります。今年の夏の7月に行う演劇公演の演目が決定いたしました。その名もジョークをやります。はい、ジョークの再演ということになりますね。ジョークっていう作品は2010年の11月に劇場公演を行い、2014年の2月に YouTube 版を配信しました、はい、そして2018年夏、うん、リクエストがとても多かったということで、ジョーク再び劇場で公演します。公演日程は7月11日から7月22日です、はい、劇場は渋谷の渋劇です。はい、いつからチケットが買えるのか、はい、それは来週の3月30日金曜日、はい、7時15分から19時15分ですね、はい、先行チケットを販売開始です。一般販売日はまた決まり次第動画にてご連絡しますが、とにかく3月30日の19時15分から先行チケットが販売開始です。うん、来た。ぜひそこでクッとそうクッとやっていただいて、ここでね、やっていただいて、この動画の詳細欄に公演の詳細をまとめたブログのリンクを貼り付けておいたんでね、はい、ぜひそれをチェックしてみてください。公演情報やチケットの購入方法なども記載してあります。来週からね、これもう楽しみが、うん、楽しみね、もう1話も見てすぐチケットも取ったから、どっち押せばいいの、どっち1個ずつ動画見てブログ見ればいいの、こんなもんじゃなくていいの。動画見てたら席なくなっちゃうみたいな人もいるから、落ち着いて両方落ち着けば大丈夫だ。7時15分だからね、そう大丈夫、7時から見とけば15分でそこで買えばいいから、金曜日にシューティングさんの第1話配信、そして演劇公演ジョークの先行発売チケットの販売です、うん、いや来週楽しみ。さらに、うん、水曜日からはさらに別企画が配信がスタートするんですが、そちらの方は公開を お待ちください。それはもう言わません。来週すごいっすね。そうなんです、もうこっから の劇団スカッシュの攻撃たるや、もうちょっと動きが太かった。それでは来週からの劇団スカッシュの猛攻撃、楽しみにしててください。それではバイバイキー、よろしくお願いします。チャンラー、事故だ、事故った事故っちゃった。はい、見てね。